どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて、現在バンダイホビーサイトにお邪魔しておりますが、今日の内容はですね、エクリプスガンダムでもなければラクスクラインでもございません。本当超短い、とある新商品の、お話をしていきたいなと思います。今日のお昼ぐらいに、バンダイホビー事業部さんのね、ツイッターのアカウントで出た新商品に関してお話ししていきたいなと思います。はい、こちらでございますね。ガンプラくん、だそうです。可愛らしい、何これと、僕最初見た時に、なんだ新しいガンプラが出るのかと、可愛らしい子供向けのガンプラが出るのかと一瞬勘違いしてしまったんですが、そうじゃねえんだって。これちょっと見ていきますね。はい、世界中にプラモデルの楽しさを伝えるガンプラくんが誕生という、なんかキャラクターができたよっていうお話。はい、この物語はプラモデルの楽しさ、素晴らしさを世界中に広めたいという強い気持ちを持つガンプラくんとザクプラくんが、その情熱と身勝手さで面白おかしく人々と向き合っていくスペクタクルストーリーである、なんですって。ストーリーであるってなんじゃらほいと思ったらですね、なんかね、 PV が明日かな、8月19日12時全10話ショート PV 公開というので、なんだろう、プイプイモルカーみたいな多分ショート V がですね、明日出るよっていうお話なんですって。ある日の未明、バンダイホビーセンターの生産ラインから謎の光とともに出てきた未確認規格のランナー RX78 にガンダムのプラモデルであることから、自らを主役ガンプラ君と名乗り、プラモデルとしての誇りと情熱にあふれ、もっと世界中にプラモデルの楽しさを伝えていくことを使命に、熱苦しくうるさく稼働を始めるっていうキャラクターなんですって。あとザクプラ君っていうのもいますね。これも似たような、存在らしいです。はい、でもう一人、シャーザク君っていうね、はい、シャー専用ザク2モデルの未確認規格ランナーということで、おかしいですね。こっちがザクプラ君なのに、これはシャーザク君なんですね。シャーザクプラ君ではなかったようです。で、グッズなんですけど、アクリルキーチェーンが出るよとね、てっきりガンプラくんのプラモが出るのかなと。あるじゃない、ドラえもんだとか、ピカチュウだとか、うちの娘がね、遊ぶようなやつがね、出るのかなと思ってちょっと楽しみにしたんですよ。でもね、キーチェーンが出るんですって。はい、さらにそれがね、ガンダムベースでしか売らないんだな。なんかこれもね、すごく欲しいんだけども、東京とかね、そういったとこ行かなきゃ買えないっていうのは若干悔しいところもあるね。あとプラモのそのランナーについた状態の、キーチェーンも出るとのことです。でもなんか可愛いっすよね。はい、こういったザクプラくん、シャーザクくんのアクリルキーチェーンが出るよっていうお話なんですって。で、発売月がですね、9月に出るとね、ガンダムベースで発売されるということなんです。なんかお土産にぴったりなのかなと思います。はい、すごいですね。今日の内容はこれだけです。はい、というわけで今回の動画はですね、ガンプラのお話ではなく、ガンプラくんという新キャラクターが生まれたようだよっていうお話でした。明日ね、PV が公開されるということですので、ぜひお時間あったら見てみてはいかがでしょうか。あと明日8月19日はですね、ナイチンゲールがプレ版で予約開始しますよっていうのもあるし、週末にはね、エクリプスガンダムと、ラクスクラインのフィギュアライズスタンダードも発売されるということで、いろんな話題はあるんですが、そんなもろもろのお話はですね、今週金曜日20日の、夕方また4時ぐらいからゲリラ的な生放送、もうこの場合ゲリラじゃねえな、生放送予定しておりますので、ぜひそちらも見ていただければなと思っております。はい、そんなちょっとした内容の動画でございました。また次回も見てください。ガキオでした。